私一番で船山さんって YouTube から遠いと思ったんですよ。なんでかというとガラケー使ってましたよね、ずっと。スマホに変わりました。お娘さんはね iPhone13 にしたらしいよ。で、そのお財布で初めて持つ iPhone が iPhone6 なんでね。そうです。そうそう、でも船山さんがガラケーじゃなくなったのはこれはあの、日本の政治の中でも大きな変化だ、まあ、これを機に YouTube やってみて何が変わりましたか？結構その演説会場に高校生とか大学生とかが結構来てるんですよ、うん、小学校6年生なんですよ、それで何の質問来たのかもするんですよね。なんか質問あるのって言ったら中学校6年生、あの小学校6年生来て、お前、